君の脳に直接届く、モンソルのプライムでございます。さあ、見てください皆さん。全部開きました。これも開いてるんだよね。うん、開いてる。さあ、今度はね、これを全部緑にしていこうと。緑は要は、まあ全部の話読んだよってことなんですけど、どっから行く？てっぺんから行くか。北海道から順番に行こうじゃ。ちょっとね、人集めとかやります。100段階段ツー。一緒だな。完全に一緒。ルートが2つ、これは何なんだろうな。いや、皆さん今ね、やったんです。そして前回と全く同じルートだったんですよ。でしょうがないから、一旦これでもう一回やろうって思ったらできなくて、でもう一回みんなをこう一人一人ね、北海道に移動しないといけないっていう事象が今起きちゃって、マジかよ、これめんどくせえ。はい、皆さん、なんとね、今ね、5回目が終わりました。なんかね、やってれば埋まるらしいんです。本当かなって思ってんだけど、なんだけど、なんか全然ね、もう片方のルートが出てこないんで、ちょっとこのままね、やっていきます。もう慣れたもんです、この移動も。懐中電灯で足元を照らしながら、私たちは暗い階段を登っていったわ。お、これちょっと違う感じだ。ちょっと窮屈だったけれど、4人並んで歩いたの。おおっていうのもおかしいんだけどね。足音がね、荘厳すぎるんだよ。なんかでかいよね。34段、重みがあるよね。35段。うん、階段の周りは覆いかぶさるように木々に囲まれていて、登れば登るほど月の光も差し込まないの。ぼんやりとした懐中電灯の光だけが頼りだったわ。うん、いや、足音がすごい。45段46段。100段だからね。その時、突然エミちゃんの友達が叫んだの。待ってって。うん、その子、遠い目をして、誰だろう、ガタガタブルブル震えているんだもの。どうしたのって聞いても答えてくれないし。おしっこ漏らしちゃったんだろう。私もなんだか怖くなってきちゃって。そしたら突然、みんなが持っていた懐中電灯が消えちゃったのね。おしっこでダメになっちゃったんだろう。電池切れはわかるけれど、一度に4本とも消える？で、おしっこかかっちゃったんで、全部まとめて。偶然とは思えなかった。そうしたら、足元って震えていた子がボソボソとつぶやくの。怖い怖い。私、明かりの消えた懐中電灯を思わずその子の足元に向けちゃった。そうしたら突然パッと懐中電灯が光ったの。光ったんだ。すると、そこには?ああ、おっさんだ。大きな目をギョロッと見開いたおじいさんの首が階段にゴロンと転がっていて、それが彼女の足に噛みついてきたの。え、怖。あの光景は今も忘れないわ。真っ赤？私は思わずギャーって叫んで、転がるように階段を駆け下りたわ。階段の下でようやく落ち着いて、私はエミちゃんたちと顔を見合わせたわ。でもね、足を噛みつかれたいつまで経っても降りてこないの。もう食べられちゃってるよ。確かさゆりちゃんって言ったかな。みんなでさゆりちゃんの名前を呼んだんだけれど、せいちゃんで食いしん坊の子だっけね。それで私たちは怖かったけれど、もう一度階段を上ることにしたの。3人で肩を寄せ合って、いやー怖いね、どうなってんのか。ゆっくり階段を上り始めたわ。45段46段。でもね、
さゆりちゃんはいなかったの。うん。もしかしたらさゆりちゃんは上に逃げたのかもしれない。だから私たちは階段を登ってさゆりちゃんを探したの。でもどこにもさゆりちゃんはいなかった。うん。さゆりちゃん消えちゃったの。警察の人も来て大騒ぎになったんだけれど、結局さゆりちゃんは見つからなかったわ。見つからなかったの結局。一体どこに行っちゃったのかしら。あのおじいさんの首に不思議な世界に連れて行かれちゃったのかもしれない。いざディズニーランドへ。でもね、その後でもうさゆりちゃんはもういなくなっちゃったんだね、これ。そのまま当たり前のようにいなくなっちゃったけど、さゆりちゃんがいなくなった頃、百段階段を登ったところにあるお墓に新しいお墓が一ついつの間にかできたんだって。おお。それってもしかしてさゆりちゃんのお墓？確かめよう。でも私怖くて確かめに行けない。さゆりって書いてあるのかな。もし百段階段に行くことがあったら、誰か私の代わりに確かめてきて。新しくできたお墓がさゆりちゃんのものかどうか。うん。さゆりって書いてある。お墓ってさゆりって書いてあるもの。お墓ってね、何々家の墓って書いてあるけど、さゆりって書いてあるな。どのさゆりかもわかんないね、あれじゃね。はい。というわけでね、ちょっとね、この話で前にやったこの百段階段の、まあ、別のルートっていう感じになるので、一応ね、概要欄に忘れなければ、前回の百段階段のやつ貼っとくので、ぜひ、見てみてください。ほら、というわけで緑になりました。北海道はね、面積が単純に広いのでね、すごいなんかクリアした感あるね。というわけで順番にやってって、関東は最後にするとか、そんな感じにしようかな。はい。というわけでね、いや、なかなか48を緑にする人いないんじゃないですか。ちょっとこのまま続けていきたいと思います。というわけで、また次回お会いしましょう。プライムがしゃべってました。バイバイ。